諏訪頼重は、戦国時代の武将。信の国の戦国大名。諏訪市の第十九代当主。諏訪頼高の子。宮増丸。小坂部大輔、上原城城主。諏訪大社大法理。武田勝頼の外祖父にあたる。品の四大将の一人。上原城居官後の石碑栄将13年。諏訪頼高の嫡男として生まれる。 幼少時には大法理を務めた。後に大法理職は弟の諏訪頼高に譲っている。父の頼高は協力3年4月18日に死去したので、頼重は祖父の雷光から着尊として後継者に指名され、天文8年12月9日に雷光が死去したので諏訪家の家徳を継ぐ。諏訪氏は雷光、頼高の頃に貝野武田氏と交渉し、 半武田氏の国人衆と結び外国内へ進行していたが、天文4年に信虎と雷密は和睦し、天文9年11月、武田信虎の三女、ネネをめとり、武田家と婚姻関係を結んでいた。天文11年には、着男虎王が生まれている。天文10年5月13日には、信虎、村上の力よらと連携して、 小さ型軍に侵攻し、雲の氏一族と戦い、5月23日には、雲の平の戦いで雲の宗綱を破り上野国へ追放している。同年6月2回では、武田信虎が駿河へ追放され着難、武田晴信が国主となり、晴信は、品の侵攻を本格化させ、諏訪軍への侵攻を開始する。晴信は6月、諏訪総領を指向する稲軍の高遠来、次ら、 ハンスは勢と手を結び、スワグへの侵攻を行い、上原城を攻められた頼重は7月に、桑原城で降伏した後、弟の雷高と共に、武田氏の本拠である甲府に連行され、東皇時に幽閉された後に自陣する。雷高も自陣し、スワ総領家は滅亡した。武田氏は品の支配において一族に、品の所属の名跡を継承させ怪獣を行う、方策をとっており、 諏訪市においても、信玄の四男で、諏訪御両人との間に生まれた勝頼が、諏訪円を名乗り、名跡を継いでいるが、これは、名目的なものであると考えられており、系図類では歴代に数えられていない。王法離職は、おじ諏訪万隣の家系が継承し、万隣の子孫は近世に忠行され、大名となっている。おのずから枯れ果てにけり草の葉の主あらばこそまたも、 むすばめ春の初期には、信虎との作、小さ方への進行から路線を変更し、同盟関係にあった諏訪軍への進行を行っているが、その背景には、雲の平合戦で追放された宗綱が、上野国において、関東管連の上杉則政に支援を求め、7月4日には、県政は、作軍へ出陣すると頼重は、武田。 村上に無断で県政と単独公和所領を分割しており、春信部はこの迷約違反を理由に、諏訪進行を行ったと考えられている。ありがとうございます。